横須賀基地の円形をもやり予算とは、防衛省予算に計上されている、在日米軍駐留経費負担の通称である。在日米軍の駐留経費における、日本側の負担のうち、日米地位協定及び、在日米軍駐留経費負担にかかる、特別協定を根拠に支出されている。ニュースや討論番組など、 報道関係でしばしば、日本側負担中流経費を、思いやり予算であるように扱われることが多々あるが、口述のように、思いやり予算とは、在日米軍中流経費の日本側負担のうちの、全部ではなく一部を示すものであり、用語の意義としては御用である。1978年6月、時の防衛庁長官、金丸臣が、在日米軍基地で働く。 日本人従業員の給与の一部を日本側が負担すると決めたことから始まる。日米地位協定の枠を超える負担に対して、円高や多額の対米貿易黒字などによって、日本が急激に経済成長する一方で、財政的な困難に直面し、日本が経済規模に対して軍事面の負担をしないことに、不満を持ったアメリカ合衆国連邦政府の負担への 特別措置を要請された金丸が思いやりの立場で対処すべきなどと導入したことから日本共産党が思いやり予算と呼び一般にも伝播するようになった正式名称は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における 合衆国軍隊の地位に関する協定第24条に、ついての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定。思いやり予算の内訳は、在日米軍基地職員の労務費、基地内の光熱費、水道費、訓練移転費、施設建設費などである。2011年1月21日、外務大臣、前原誠司は、 米軍が駐留し、ある程度必要な経費を日本が負担することは、日本の安全保障、外交における戦略的な特別協定であるという、観点から、もはや、思いやり予算という言葉は適当ではないというのが、私の思いと述べ、今後は、ホストネーションサポートを使用する考えを示し、マスコミ各社にも協力を呼びかけた。そして、思いやり予算以外にも、 日本が拠出している在日米軍関連経費は存在する。防衛省公式サイトの在日米軍関係経費によれば、平成26年度の在日米軍関連経費の内訳のうち、いわゆる思いやり予算は1848億円であるが、それとは別に、が存在する。2010年11月、新聞赤旗編集局が入手した。 在沖縄米軍電話庁でキャンプフォスターの司令部内に専門担当士官、管理士官がいる思いやり予算担当部署が設置されていることが判明した。1990年代から娯楽、保養施設、果ては日本人従業員に対応される制服や備品までも思いやり予算で処理されていることが指摘され近年にはさらなる 不適切な支出が明らかとなり、見直すべきとの声が多く上がってきた。2008年度の予算について、野党であった民主党は、レジャー向けの職員の人件費まで日本が負担するのは、おかしいなどとして反対した。予算総額は1999年の2756億円が、頂点となった後総額の減少が続いており、 2010年には1881億円となっていた。しかし、同年、民主党の菅直人政権は、以後5年にわたって、全年度水準を維持することで、アメリカ政府と合意した。上記の合意を受け、2011年1月21日午前に、前原政治外務大臣と、ジョン・ルース中日アメリカ大使は、外務省で会い、2011年度以降の、 在日米軍駐留経費の日本側負担に関する特別協定に署名した。東日本大震災の後の友達作戦の影響もあり、2011年3月31日には民主、自民などの賛成多数で在日米軍駐留経費の日本側負担に関する特別協定が国会で可決、批准された。これによって有効期限は 従来の3年から5年に延長され、今後5年間、日本は米軍に現行水準を支払い続けることが決定した。2016年に大統領に就任したドナルド・トランプは、各国に駐留するアメリカ軍の経費について不満に感じており、日本にも駐留経費負担増を求めた。 安倍晋三首相は日米首脳会談などで思いやり予算についての説明と協議を行い2017年2月の時点で問題は終わったとの認識を示した2019年日本と韓国を相次いで訪問したジョン・ボルトン国家安全保障問題担当大統領補佐官が韓国側で在韓米軍駐留経費の負担増を求めたことが報道されると 朝日新聞や時事通信もアメリカが日本でも中流経費5倍増を求めていたとして報道。ただし、この報道は同年7月31日に官房長官菅義偉が否定している。翌月、トランプが在韓米軍中流経費に言及した際にも在日米軍の話は触れられなかった。2019年度には 約1974億円で在日米軍関係経費は約5800億円を超える。2020年6月、ボルトンが補佐官時代を綴ったカイコロクザ・ルーム・ウェア・イット・ハプンド・エーホワイトハウスメモアールでトランプ政権が年80億ドルを要求し入れられない場合の在日米軍削減を口にしていたことを暴露した。青。 冷戦時代のナト o 加盟国赤、ワルシャワ条約機構加盟国連合国軍が、第二次世界大戦後も駐留していた、旧西ドイツ東ドイツ、イタリア、東欧諸国においても、米欧下の集団安全保障組織である、ナト o 参加の軍、旧在独ソ連軍など、ワルシャワ条約機構参加の軍に対する、思いやり予算に相当するものが存在していた。ナトウ加盟国日本とは異なり、 ドイツやイタリアはニュークリアシェアリングによってトルコベルギー・オランダと共にアメリカから核兵器共有を要求したために自国に核兵器を持っている。そして在日米軍とは異なり集団安全保障組織 NATO に加盟するドイツやイタリアは在独米軍や在異米軍と日本で表記される軍隊は実際にはアメリカを中心とした NATO 軍である。 ナトー加盟国は2014年国防費を2024年までに各国の国内総生産の2%以上にすることで合意していたが2017年時点で GDP 比2%基準達成しているのは米国と英国、ポーランド、ギリシャ、エストニアの5カ国だけだったためアメリカはナトー加盟国で基準を満たしていない国に不満を表明した。 2014年クリミア危機で新冷戦への脅威を感じた NATO 加盟しているバルト3国のラトビア、リトアニア、エストニア、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアの旧ソ連衛星国にされていた6カ国のための NATO 軍の指揮センターと中流米軍が2015年にポーランドに置かれることになった際にはポーランド大統領は歓迎を表した2016年に NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長は29カ国の加盟国に対し米軍駐留費負担の増額を呼びかけている。ストルテンベルグ事務局長は英国のテリーザメイ首相との会談後の記者会見で欧州加盟国が駐留経費を増やせば米国はもっと NATO に貢献するだろう。欧州で駐留経費を増やすことは 大西洋沿岸国家の絆や米国と欧州の公平な負担のために重要だと強調し、トルコで開かれた NATO 首脳会議でもトランプ氏が欧州加盟国の中流経費増額の重要性を指摘したが、同時に NATO と欧州の安全保障に対するトランプ氏の強力な支持を確認したと語っている。2017年に 全加盟国が前年度の防衛費の4.3%増加を決定している。韓国は在韓米軍駐留経費負担に関する特別協定に基づき、1991年からは経費の一部の1073億ウォンを韓国側が負担したのが始まりである。両国は91年から計9回特別協定を結んでいる。 9回目の毎年2年前の消費者物価指数の上昇率を反映することにしている協定によって2014年基準で在韓米軍駐留費用の韓国側の負担が約半額の9200億ウォンである。韓国政府はアメリカが NATO 加盟国に求めている国内創生産比2%以上の国防予算を 韓国は2015年基準で GDP 比2.35%を支出していることや徴兵制で他の同盟、集団安全保障国以上に同盟に貢献していることを強調している。2016年時点で中流費の70%に当たる9441億ウォンを支出している。韓国国会予算政策ところの2013年に 韓国の分担金支援規模が1位だと判明している。2018年12月末、米国政府は中間大使のハリス大使を通じ、韓国大統領府に年間12億ドルの負担を求めたが、韓国政府は受け入れられないとして9999 99億ウォンを提示。その後も交渉が続けられ、2019年2月10日には1兆380億。 ウォンの負担を盛り込んだ仮協定の署名が行われている。各国の中流米軍経費負担率は以下の通りである。正式名称は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条に ついての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定、西山滝地は1972年から実施されていたと主張している。沖縄返還にあたって新たに基地の移転や改修が日本側の負担とされ、そのうちの米軍施設改良工事費6500万ドルは国会の承認を経ず防衛庁予算費目に含む、 形で5年間支払われたという。田島康彦、清水つ秘密保全法批判から脅かされる知る権利日本、評論者2013年3月 P162、日米で交渉が難航している、思いやり予算ってそもそも何 外務大臣会見記録前バル外相米軍への、思いやり予算名称を変更毎日新聞2011年1月21日1995年、設置、1996年12月に、最終報告をまとめて、投信、解散在日米軍関係経費、在中海兵隊部隊の全容判明、思いやり予算専門部存在資料を本紙入手。 思いやり予算バーテンダー、宴会マネージャー給与、不適切な支出、続々、思いやり予算に、反対の方針民主党2008年4月2日、ニュース24、思いやり予算、総額維持イコール協定5年に延長、日米が、合意2010年12月3日、ザ・オールストリート・ジャーナル・ハット、首相、中流米軍経費の負担増、終わった話、日本経済新聞、 2019年8月7日閲覧。ボルトン氏の訪韓目的は防衛費、5倍をはるかに、超える50億ドル要求。中央日報。2019年8月8日閲覧。思いやり予算5倍報道否定イコール菅官房長官。時事通信。2019年8月7日閲覧。米大統領、韓国の米軍駐留費負担、さらに増額も。ロイター通信。 2019年8月7日閲覧。京都新聞2020年3月28日長官。P20 米。日本に、年間8500億円要求ボルトン氏。回顧録で、証言共同通信2020年6月22日。思いやり予算8500億円要求日本側に。作家。ボルトン氏回送録時時通信2020年6月23日。金額は、 歳出ベース合計。防衛省、在日米軍駐留経費負担、防衛省の取り組み在日米軍に関する諸施策。在日米軍駐留経費負担特別協定の署名について、外務省プレスリリース、田原総一郎、日米安保条約と徴兵制度を語る2011年4月28日の衆議院本会議における、 国竹寺共産党国対委員長の演説、社民党、オフィシャルウェブ制作衆議院選挙公約に選挙、マニフェストダイジェスト版立憲民主党のアイドル、小林義則氏の、新庄林リアゴラ二千十七年十月十六日、ロシアの脅威に対抗、NATO 各国は、国防費の増額を、米副大統領、事務総長に促す心霊戦へ、NATO 軍が、ポーランドで、 軍備倍増。ニュースウィークジャパン2015年6月4日、NATO 事務総長、米国との同盟のために、東欧州の米軍駐留経費増額を呼びかけ、NATO 加盟の欧州諸国と、カナダ、2017年防衛費を4.3%増額へ、ハットエ AB 韓国政府、在韓米軍駐留経費負担の交渉準備に、着手連合ニュース2017年9月10日、AB、 韓国、在韓米軍の駐留費用の70%を負担。反魚令2016年11月11日。思いやり予算、交渉難航。韓米首脳のプライドをかけた戦いに。朝鮮日報を。2019年1月28日閲覧。在韓米軍の駐留経費負担要約。仮署名期間1年。韓国負担額8.2%増。連合ニュース。 2019年2月10日閲覧、ありがとうございます。